か、母さん。デスク、テーブル。あ、テーブル。はい、テーブルです。テーブルです。これは本です。で、本を入れます。本棚です。本棚です。日本語を初めて勉強する人に、最初は言葉と文型、つまり文のパターンを使って少しずつ日本語が話せるようにします。最初はここで勉強する言葉の説明と練習です。日本語で説明するのではなく、絵を見てそれにあたる日本語の音声を示し、それがスムーズに発音できるようにしています。はい、何ですか？人形です。はい、何ですか？写真です。はい、何ですか？マコです。これまでに勉強していない言葉は使いません。簡単そうに見えますけれども、初めての外国語の言葉をすぐに覚えて言えるようになるでしょうか。何度も繰り返します。コップは箱の上です。コップは箱の上です。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 そうそうそう、いいですね。次に文型を示します。ここでは物 A が物 B のどこにあるか、上や下などの場所を示す言葉 C と一緒に、 A は B の C ですという文型を使います。実際には A は B の C にありますなどということもありますけれども、それは別の文型になるので、この文型を教えるときには別の言い方はしないようにします。人形は時計の横です。ここまでで A と B の言葉は分かっていますが、上や下などの C の言葉は説明していないので、文型を説明するときに一緒に示します。ここまでにひらがなは勉強しているので、この文型をひらがなで書いたものも示します。この課ではこれらの言葉を使って物の位置を示すことができることが目標になります。阿部さん、カップはどこですか？カップは棚の上です。時計の横です。棚の上、時計の横。あ、わかりました。絵を見て説明できるかどうか、スムーズに言うことができるかの練習です。学習者同士で質問、答えを言ってもらいます。人形はどこですか？人形はテーブルの上です。はい、じゃあ今度母さんの対策に。写真はどこですか？写真はテーブルの上です。はい、はい、文さん、翔さん、修さんに。本はどこですか？本はソファーの上です。ソファーの上と本棚の中です。これがスムーズに言えたら、この課の目標が達成されたことになります。このように文型を一つずつ積み上げて、そして言葉をたくさん覚えていって日本語を話すことができるようになります。